どうも、しねこです。今回もエスパーボーイやっていきたいと思います。パート9ということで、ちょっと一瞬画面が暗くなります。すいません、しょっぱなからね。しょっぱなからということでね。今回のパートはステージ24からやっていきます。ということで、時よ、止まれ。今度は止まれ。戻れねえ、止まれ。今度は止まってくれよと。どうなって落ちるのかな？ドーナツだー。美味しいな。わー、止まったー。どうすんだ？あ、なんか時間制限な。取るか、ドーナツゲッツ。あれ？もう、いけるんじゃね？いけ、うわー。最悪だな。最悪だ。悲しくなるよ、なんか。やめてあげてよ。で風船ゲット、風船ゲット、これも風船、4風船ゲット、風船集まったよ。さあドーナツ取って、飛んでけ、飛んで飛べない、飛べない。風船で飛べるって考えが安直でしたね。てか飛べないか。ゲット風船集まって、どいた、飛ばしてしまえ。もういっか、もう取るか。ゲット、飛べー、よーし、あげるよ。あ、だ、あ、いけたわ。なんか水たまり滑るんじゃないかな思ったけど、セーフでしたね。クリアです。よかったね。危なかったよ、ボーイくん。じゃあ、次のステージ行こうか、ボーイくん。CM ですね。よーし、じゃあ、次のステージやっていきましょう。ステージ25。うっかり。幽体離脱。うっかりっていうレベルじゃないと思うな。もう、それ、下手したら、もう待ってるの C じゃない？ 5 時間目自習。わあ、幽体離脱しちゃった。あー、連れて行ってやる。あー、悪いことしてやる。やばい。やばいぞ。このままだと、自分のあれが。なんだ？翌ネムールか。緑とオレンジ作れと。あー、色の問題ですね。ですね、ピークがありますね。あ、それ関係なかったですね。ごめんなさい。まあ、緑はね、青取れる？あれ？あ、こっちに行く？こっちに出る？待って、え？あ、そう、うん、そういうことね。で、オレンジはこうだよね。はい、オレンジゲット。で？入れて、炎をつけて、懐かしいな、あれだ、名前出てこないわ。あれね、なんか小学校のね、理科の実験使った覚えがあるけどね、もちろん名前が出てこないですね。もう何だったかな、もうよく覚えてないな。これ火つけないといけませんね。火つけるのは何もないな。いや、これそのまま大丈夫。火なんてないけど、これ取れるとかそういうもんじゃないもん。水出せますよ、みたいなもんですね。水出しても何もねえよと。じゃあ入れてしまおうか。オレンジ入れまーす。緑入れまーす。火がないな。上？勝て、おーっと？ダッキーボーイくんか。落ちそうだな。これ、アンダッキーならない？あ、入れましたね。やったー。あ、やっぱダッキーボーイくんだよね、多分。多分ダッキーボーイくんだよね。あー、友情出演かな。で、あ、じゃあちょっと火もらおうか。あれ？え？あ、牛乳ゲット。え？牛乳？あ、カレーなんだね。カレー作ってるんだ。じゃあ牛乳飲む？てか、自分が飲む？え？この牛乳もらってもな、ダッキーボーイくん。牛乳もらっても、ちょっとよくわかんなくなるんだけど、ダッキーボーイくん。どうしろって言うんだい？どうしろって言うの？牛乳入れるとかないよね。そんなことしないよね。飲まそうか？飲むか？誰か飲むか、この牛乳。
飲まんの？何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 ？あ、入った。あー、ピコリ壁が終わった。あー、どこ行くの？どこ行くの？絶対あれだ。あ、なんか、ダブル解消したな。CM。はい、ある程度のとこまで戻ってきました。レジュニュージェットだもんね。あ、あれだ。これだ。で、この住人どういう意味あるかわからないんですけども、まあ、とりあえず手術でね。てか多分これあれだな、アルコールランプだな。今思いついたな。なんか、よく、あ、コーラになったよ、コーラ。よく眠るね。コーラね。あ、まあ、コーラてか、まあ、コーヒーか、まあ、知らないけど、まあ、飲ませようか。飲んだ。飲んだよ。寝た。あ、今だ。入れる。しっかり懲らしめてるね。よかった。戻れた。戻れた。クリアだ。よかった。セーフだ。CM。はい。ということでですね。時間的にちょうどいい感じだと思いますので、今回のパートはここまでさせていただこうかなと思います。では、最後にヒールズカンだけ売りましょう。現在は、ここら辺ですね。ダッティーボーイ君入場出演かな。お？あれなんかコーナー書いてあったっけ？全ステージ&シールをコンプリートするなんだ？コンプリートするどうなんだ？シール全回収の旅か旅始まるか？はい。そうだね、残すとこあと5ステージぐらいかな。であれでもね、5ステージって言ってもこんなページ数いらないよ多分多分、まあ、5ステージあると思うんですけど、なんかページ数がいつもと違うような感じするのは気のせいかな。ということで、一旦今回のパートはここにさせていただこうかなと思います。もしこの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いしますってことでしたら、次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。